全体的に言うとあやふやさですとか不確かさ、あんまりよく決まってないみたいなものを重たくって遅いメディアで視覚化できればなと思って。人それぞれの視点が交錯する不確実な彫刻を求めて、ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。彫刻家ぬかがその子、趣味で描いていた絵から大学受験を機に彫刻の道へ。そんな中で彼女が気づいたのは、作者ですら操作することのできない人の視点。彫刻ってやっぱり丸物なので、作者がここが正面ですよって言ったとしても、そうとは限らないというか、お客さんが見たいところが正面になると思うんですけど、でも本当の物事って見る角度をちょっと変えると全然違うものに見えたりするってことが多いなと思って。物の正面とは一体何なのか、見る角度によって変わる曖昧な定義を彼女は作品を通して表現する。割と自分も親しい人といる時とか、そうじゃない場合とか、 SNS の顔と仕事してる顔とっていうのも違うなと思っているので、きっと他者もそうだろうし、現象や事件とか見ることあることの不確実性みたいなことに興味があるので、同一性がそんなにないみたいなものを作ることで考える時間、それがなんかゆっくりになるといいなと思って。正面か側面か、正解か不正解か、全てに答えを求める今だからこそ、不確実なものを作品にしたい。だからこそ越えたかった彫刻の壁。絵ってこう四角の中に一本線を引けば、それが地平線になって無限の遠さを表現できるんですけど、彫刻の中に背景を作るためにはどうしたらいいかなと思って、メガネの鏡面に映ってる世界を立体として像の中に取り込むことで、彼らの残前の風景を背景として取り込めないかなですとか、いろんなことができないかなと思って。正解を求めることなく曖昧に表現し続けたい彫刻家ぬかがその子が私たちに投げかけるその先。なんか座りが悪い状態じゃないですか、歪んでいるとか、そういうソリッドじゃないものを見た時にどういうことを考えるのかを教えてほしいというか、そうすると見る時間もギュッとしたものじゃなくてふわっとしたものになる。それをどう形として作っていけるかなみたいなのを続けていければな。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週はアーティストリンカフォグのブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。